チョムカトのチョムカトークエクストラステージというわけでですね、はい、ニードルの単独ライブ12月26日明日の単独ライブの準備を事務所でしつつ、はい、我々が新年の話を取っているというですね、ことで、はい、そんな状況でございますけれども、はい、エクストラトークやってみたいと思います。石垣はね、真剣に今ライブ映像を見てますけども、チェックをしてる途中なんでね、はい、すごいらしいよ、ニードルさん。そう、225枚売れたらしいっすよ。マジです。チョムさん何枚売れたんだっけ、単独ライブのチケット。リアルにお金払ってくださって方が、あの芸人とか覗くと20いなかったような気がしますね。なんだろうな、もうなんだろうな、10分の1じゃないですか、はい、まあ仕方ない。じゃあチョムワードです。はい、雪かき、雪かき、はい、山内ワードがあるんだ、雪かきあるんだ、あるんだ、雪かき、雪かきか、雪かき。なんでしょうね、あのブラックバイトの時みたいな感じで、あの結構あるんですよ。私劣悪な条件でよくバイトするんですけど、うん、あのタイムカード押す前に駐車場で雪かきしてくださいとかっつって。へえ。働いたことにならないんですか、雪かきは。ならないならないですね。わわ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 わ、あるんだ。あるんだ、雪かき。そういうのあるんだ。あるんだって。はい。そっか、雪かきってあんまりなんかポジティブなイメージはないよね。ないですね。あの私山形県の新庄小学校ってところに通ってたんですけど、うん、昔あの当番で雪かきありましたね、豪雪地帯だったんで。ああそうか、やっぱ雪降ってると、ああ雪かきって、あ、当時は楽しくやってる手を取ってましたけど、本当嫌で嫌でしょうがなくて、はい、雪かきツアーとかね、そういうツアーもあったりするんだけど、何しにも屋根の雪下ろしツアーって金払って雪下ろししに来るって言いましたからね。でも今でもあるからね。今でもありますよね。でもあれさ、本当すごいよね、豪雪地帯のね。そうですよ、もう雪ね、雪ぎっしりですから。ねえ。だったらあの暮れ正月にあの里帰りしてる間に家潰れてる人とかいますから。ああ。ちょっとあの長引いて、はい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 、2、3日予定をずれていったらもうなんかこう雪下ろししてるのに家がこう仕上げて雪面になってて、ああってなって。怖いね。怖いですね。やべえ、この話一向に膨らまねえ。じゃあ次行きますか。次行こう、次行こう。はい、今日もう一個あります。今日はもう一個あるんです。はい。まさかのですね、はい、まさかのこれ俺賭けだったんだよね、あるんだちょっと賭けだったんですよね、はいはい、割とふわっとして、はい、何と組み合わせるかによって、そうこういうのありますかね、うん、チョムワードがお前もだろお前、ありがちなこと山内ワードがドラえもんの話ありがちなこと、はい、今ですね、はい、うちの娘が、はい、ものすごくドラえもん好きなんですよ。はいはい、で、あのドラえもんの話をしてって言ってくるんですよ。おお、山内さんに。僕に。はい。で、僕はそのドラえもんの話を、はい、作って喋ってるんですよ。あ、自分で。自分で。はい。しかも最初のうちは結構声色とか変えてね。静香ちゃんの声色とか、はい、ジャイアンの声色とか。あ、OK だった？石垣。OK です。よかった。頑張りましたね。明日頑張ろうね、本当に。はい。よかったな、伊藤もな。よかったですね。やっと待って、今深夜のだってね、12時半ですから。12時半で、ね。明日朝9時、8時ぐらいにもう来てるんでしょ、会場に。そうですね。6時間後か7時間後。あ、ほんまに。それより、雪かきの話、もう一回やりましょう。絶対だって、雪かきである引き出し。ないですよ、ね。とりあえず、ニードルも入れ、もう。はいはいはい。雪かきであるか。僕はあの、バイトで、うん、バイト上がってから、うん、井戸くん雪かき やってもらっていいかって言って、あ1時間か2時間ぐらい、マジか、無料で、まあ、ーサービス残業みたいな、であれ雪かきって始まると止まんなくなるんだよ、そうあのここもここもってなるんですよね、そうそうそう、こっからここ通れるようになるまでは、はいはいはい、なんかあ自分に貸すんだよね、そうそう、うん、このエリアがの歩道分終わるまでは、うん、今まであの実家田舎だったんで、うん、いいんですけど、田舎だとどこにしててもいいんですけど、仙台で雪かきすると雪の置き場所もなくてないの、そうドカッと降られた時にまあ困るんですよ、困る困る、そうそうで俺駐車場借りてるんだけど、うん、駐車場に降ってその場合ね、とりあえず自分の区画だけはね、車止めれるようにするんだけど、その雪をじゃあどうするんだろうっ
のがあって、で邪魔にならないところにこう置くんだけど、皆さんやっぱ置くから、うん、結局邪魔になっちゃう。確かにそうですよね。アパートの前とか、うん、やってくれたりしてる時あるんですよ。おお、大家さんかな、それかなのか、あとは隣の人か近所の人なのか、まあ、とりあえずやってくれる人はいますよね、うん、割と広範囲に。おで、あの道路に投げるのやめてほしいですね。そう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 、あれはね、結局溶けずに凍ったりとかするじゃん。そうなんです、アイスバーンの元なんや。ななんとなくイーチェっぽい感じではあるんですよね、あの車運転してる人的には。そうそう、ね、どうせ踏んで圧縮されてなくなるからって、うん、違うんですよ、運転手からすると、うん、もうあれは邪魔なんだ、やめてくれと。邪魔なんですけども、あの歩行者の立場からすると、あの横断歩道に寄せられたりとか、あの横断歩道こう渡っていくと、向こう側の道路歩道に行くときに、うん、もうちょっと越えなきゃないぐらいの、はい、でビチャッとなってるんで、うん、もうあれもうなんすか、家出てすぐぐらいにもう靴ダメになるパターンのやつとか、結局はマイナスの話ねえだろ一向に面白い話がねえだろってな、なんでお前言ったの。いや、なんか俺も頑張んないからねえ、ねえもらねえんだよ一かきね、一かき、まあ、これからですからね、はい、そうだね、これからです、シーズンです。はい、まあ、くれぐれも雪だけに明日のライブ滑らないよ。もうしゃねえ、こういうの言いたくねえけど、ということでエクストラトーク以上になりました。